じゃあ社長がまたホストクラブやって前みたいに流行ると思う？正直流行らないと思う。なんで？閉店してましたザクラブを今年の7月に再開することを報告いたします。ちょっと自分のエゴかもしれないし自己中な判断かもしれないですけど、エゴイスティックな判断かもしれないですけど、黒崎さんとローランさんが別れるってなっちゃったら黒崎さんの方に行くって思ってます。いらっしゃいませ。マスク。ミス取ったんですか。連絡来てないんですけど、ちょっとその動画の中でやるって言ったことについては多分彼がやりたかったからやるんですよ。だからそこはいいんですけど、そのやるの先がなかったので。めちゃくちゃパッシングされると思うんですよ。もちろんどっかで誰かが批判覚悟で踏み出すとかしないと、この2年間大多数のキャストは辞めないで、一応は僕が一緒に働いてたわけじゃないですか。でそのあの動画の中で、あのやるはいいんですけど、それやるが一人でやるのかまた一緒に僕らとやるのかがなかったので、個人的にはあのまた今までいたキャストとやりたいんですって言ってたら、なんでこの人に連絡してこないのかなと思うし、ただそれをやるしか言わなかったので、ホストクラブを再開するっていう発言しかしなかったから、それが一人でやるのか僕とやるのかはまず分かんないで、僕とやるのか、その今まで一緒にやってたキャストとまた一緒にやるのかが分からないんで、それがまず個人的に知りたいです、正直。はい、ぶっちゃけた話。今日のローランドショー見ました？見てない？あ、見た？それを見てどう思いました？ぶっちゃけた話。そこが2つに分かれるんだったらどうなっちゃうんだろうっていう感じ。まあそうっすよね、そう思いますよね。まあ普通そうだよな。ホストのメンバーとかを知ってると、あ、今2つに分けたらどういう感じになっちゃうんだろうって。デメリットは、バッシング。あ、やっぱりそれは受ける可能性があると思われるんですよ。え、でもお仕事だから仕方ないし、日本の経済回るなら別に。あ、なるほど。あ、見た、あ、見たのこれ。あのホスト戻りますね。あ、見た。今はならないじゃない、私のようになる。どういうこと？流行らないと思う。なんで？今の時代だとは、そこだったお店に行くんで、そこに行くらいただいた。そこの人はそうやらない。水がフォーマルすぎる、ただ。流行らないかったら、流行らないよ。こちらも出る。いいよ、このままね。C さんの方は、
まあ、今日は予算10ぐらいかな、22日に来るんで、多分そっちに方でシャンパン入る、まあ、ワイワイ系、まあ、僕らは多分ノーランドさんから何も聞かされてなかったんで、そうですね、普通に YouTube でそれこそさっき準備しながら上がったのを見たって感じですね。どうでした？まあ率直に嬉しいですけどね、はい、僕は嬉しい気持ちが強いかな。これ再オープンするんですけど、なんかその詳細何も言ってないんですけど、はい、それが一人でやるのか僕とやるのかはまず分かんないけど、僕とやるのか、その今まで一緒にやってたキャストとまた一緒にやるのかが分からないんで、それを一旦置いといて、翔さんはオープンしたらローランドさんのところにもう行きたいですか？僕はそうですね、はい、踊りたいんだ。僕はそうですね、踊りたいですね、はい。まあ、でもあの人が本当にホスト好きなんだなっていうのがずっとカレー家に払ってる時点で、まあ、伝わってたし、まあ、そういうところがあるからみんなローランさんのこと好きでこんだけ経ってもついてったっていうのがあるんじゃないですか。まあ、あとは黒崎さんの統率力とかも絶対あると思いますけど、あの人がいない、あ、ローランさんがいないな、店長がやってくれたからっていうのは。シアさん、はい、今日の動画どう思いますか？はい、さっきのやつですよね、うん、いや、ついにって感じです。あ、はい、彼が戻ったら、はい、彼の元で働きたいんですか？そうですね、それはもちろん、まあ、そのために東京に来てホストを選んでやってるんで、うん、やっぱり一緒に現場にいてくれたら一番僕楽しいですし、やりがいを感じるんで。なるほど、はい、決まってないから。ああ、そうですよね。どんな形だとしても楽しみではあります。もし叶わなかったとしても希望は見えました。はい、富美さん、はい、父親からも送られてきてましたね。あ、なんと、これ父親から送られてきました。はい、うん、当たり前にジャクラブに行きたいんですか？あ、それで言ったらそうですね、やっぱりジャクラブに入った理由がローランドさんと働きたいっていう思いがあったので、そうです、ジャクラブに行きたい、ローランドさんと働きたいってすごい思います。ローランドさんは一人でやるのか、もともと既存にいた方々を呼び戻すのか、僕分かんないですよ、はい、すごく仮なんですよ、仮に、はい、ローランドさんがもう別にヒロミは別に頑張ってみたいになった時にはどうするんですか？それだったら僕もう、そういうのもあれですけど、やめるかもしれないですね。やっぱりこのザ・クラブが閉店してからのこの期間っていうのが、もうザ・クラブに戻る前提、ローランドさんと働くまでの間っていう部分があったので、やっぱりローランドさんと働きたいっていうのが一番強いので。野間根さん、はい、全く決まってないじゃないですか。あ、はい、ロマネさんはどうしたいんですか？俺はもう本当に素直な気持ちで言うと、やっぱりローランさんのところについていきたいです。あ、と一緒に本当にホスト業をやって同じテーブルで話していきたい、あ、そういうビジョンがやっぱり俺の理想なんで、それは素直なコースで、ジェネリックマンローランって言ってるじゃないですか。ジェネリックマンローランってやってて、だから今で笑っちゃいけないですけど、ちょっと笑っちゃった。自分でジェネリックマンローランって言ってる。はい。まあでも、そのジェネリックマンローランドのゴール地点としては、ローランドさんと一緒に働くってことしかないと思ってるんで。なるほどですね。そうですね。めっちゃプレッシャーに感じてるもんですね、多分。だからそこに気づけてなかったんですよ。何がいけないって、何が足んないって、お前の配慮が足んないだけで、その一言で終わり。お前が何もあの子の気持ちを分かってないだけで終わりなんだよ。厳しいこと言っちゃうと。わかりました。
あ、ユミト、ローランド賞去年のやつ見た？あの7月に。あ、見た？え、それ見てぶっちゃけどう思った？それまでにもうちょっと実力つけたいなって、もうちょっと店の看板になれるようになりたいな。でも社長はホストクラブをやりたいっつってるけど、またみんなと一緒にやりたいとは言ってないじゃん。そうっす、まあ、例えばだよ、じゃあ俺がお前俺のところで働けよって言うじゃん、社長が俺のところで働けよって言ったら、お前どっちとんの？本音でいい、本音、うん、僕がここまで来れたのはクロスさんのおかげだなって。いや、思ってないよお前。いい顔が笑って、本音で言え、本音で言えば言いづらいでしょ。めちゃくちゃ迷う。迷ってどっち？自分のためを思ったらクロスさん、お客さんと喧嘩した時もクロスさんのおかげで、まあ、今うまくいけてるのも、うん、あるなっていう意味で、うん、正直その先月2位取れたのも、うん、僕は関係ないです。ユミとはどういうこと？お疲れ様です。です。やっとローランドさんが現場に復帰するっていうのは、はい、やっとかっていう感じはあります。僕嬉しい。はい、それはもちろん嬉しいです。あ、自分は入り口としては、まあ、ローラルさんについてきたんで復活するなら、うん、ただこのちょっと話が変わるんですけど、このザ・シックとザ・クラブで別になって、うん、ザ・クラブはローラルさんの店、うん、ザ・シックはじゃあ今で言ったら黒崎さんの、うん、責任者に言ってもらってて、うん、っていう風になっちゃったら、うん、やっぱちょっと考えることになりますよね、その土地にっていうのは。正直今の気持ち的にはどうしたいですか？この黒崎さんとローランさんが別れるってなっちゃったら、はい、ちょっとなんかあれかもしれない。僕結構本気で僕は黒崎さんの方に行くって思ってます。行きたいですね、自分は。まあ、もちろんローランドさんも、尊敬今でもしてますし、うん、目標にしたい人みたいな感じなんですけど、うん、ただ実際こうやってずっと一緒に身近で働いてきて、自分の中で一番本当に身近でお世話になった上司っていうのは僕は本当に黒崎さんだと思ってるんで、ぶっちゃけローランドさんの憧れて切ってるから、はい、あ、はいはい、絶対俺行きたいです、はい、っていう人がほとんどだと僕予想して今日切ったんですよ、はいはい、正直言って、はい、いやでもそれぐらいあれですよ、その黒崎さんってそれだけでこう結構本当に実力派っていうか、黒崎さんいなかったら、うん、まあ、正直ここまでまとまりはなかったのかなって、結構本当に変なこうひいきとか何もなしにマジで思いますね、うん、一番はやっぱ一緒にやってほしいですけど、分かれるってなったら自分は絶対もう本当にそうっすね、10割くらいの確率で、うん、自分は黒崎さんの方に行きたいです。